はい、今回はサンディエゴで、友達の家に泊まってるんですけど、今から自炊します。うどんを作ってます。が大丈夫こんな感じです。今は散歩してます。向こうがビーチで、サンディエゴはちょっとまだ暗いけど、まだ日昇ってないから、こんな感じですごいいい街です。これで散歩して朝ごはん食べて学校に行きます。めっちゃいい感じ。じゃあねー。Thank you. Okay. Yeah, nice. はい、お疲れ様です。今学校終わってスムージーを飲んでます。で、今日は水曜日なんやけど、これからコースに友達と一緒に行きます。なんでこんな疲れてる顔してるかって言ったら、昨日呪怨、ネットフリックスで呪怨見て2時半ぐらいまで寝れんくて、多分早起きして、しかも昨日なんか食べ過ぎたんですよね、ご飯を。なんか食欲がすごくて、それで胃が気持ち悪くて、こんな感じです。じゃあ、はい、今はラウンドに来てます。友達と、あとね、お客さん、違うメンバーさん2人と回ってます。こんな感じのゴルフ場。今日18ホール回ってって感じで、家帰って勉強して寝ます。じゃあね。はい、今日は木曜日なんですけど、今日の朝ごはんです。ヨーグルトとベーグル、あとで蜂蜜のっけます。プリン、なんかね、こっちに来てからなんていうんやろ、なんかお腹の調子が悪くて、あんまりなんかまだ食べれなくなってきて、でも今日は学校行ってからラウンドに行くんで頑張ります。じゃあね。はい、今日は木曜日なんですけど、学校が終わってからラウンドしてます。18ホールそこに私の一緒にしそう。まあ再来週に向けて頑張ります。はい、今日の夜ご飯です。これにライス、お肉を焼いて、あとサラダを作りました。と、今日は朝授業を受けてテストして、18ホールラウンドしてちょっと練習して、で今夜の8時で、これから多分これ食べてジムに行って、明日はお昼から来週ある全米女子オープンの予選会の練習ラウンドに行ってきます。はい、皆さんお疲れ様です。ちょっとなんか置くとこがなくて、めっちゃ下になってるんだけど、こんなんでいいかな。今は説明してなかったと思うんで、カンザスが先週の日曜日に終わって、今は木曜日なんですけど、日曜日に終わって、
そっから友達の家サンディエゴに、移動してきました。2週間時間があるから。でその日曜日になんかちょっと動画撮れてなかったんけど、もうめっちゃ大変で、なんか5時半のまずフライトだったんですよね。予選受かると思っとって、でなんじゃなくて、で結局ウーバーで空港まで行こうとしたら、田舎すぎてウーバーがおらんくて、友達に送ってもらったけど、着いたのが12時ぐらいで空港に、で5時間半その空港って言っても超ローカルなとこで、自動販売機とか水とかも全くないし、食べ物もないし Wi-Fi もないみたいなところで5時間半ソファに座って寝てました。でそっからやっと飛行機乗って、どこまで行ったんやったっけな、ダラスじゃなくて、ど忘れしちゃった、どこに行ったかちょっと忘れちゃったけど、どっか行って1時間ぐらい飛んで、でそこでまあ1時間ぐらい次の飛行機もあって、飛行機に乗ったんですよ、もうサンディエゴ行きの。そしたら1時間ぐらい飛ばんくて、あおかしいなみたいなと思っとったら、はい悪い知らせがありますみたいなアナウンスが流れて、あ終わったわと思って、そしたらやっぱ飛行機がもう故障で動かんくて、そっからまた次の飛行機を2時間ぐらい待って、やっとサンディエゴに帰ってきて夜の12時ぐらいで、時差があるんでカンザスの方が進んでるんですよ、進んでるんですよ2時間。だからもうめっちゃしんどくて、サンディエゴの12時ってカンザスの2時、体感2時みたいな。で次の日学校、私1ヶ月やねんけど、語学学校に暇やから通おうと思って、で申し込んどって、次の日入学やってって感じで、全然寝れない状態で1週間始まって、で語学学校は月曜日から木曜日までで、朝の9時から昼の1時までなんですけど、ごめんな、ちょっとタグ切ります。でいやねんけど、今日木曜日で終わってって感じで、もう普通にめっちゃ楽しくて、私勉強とかマジしてきたことないんで、高校も通信やし、でめっちゃ楽しくてすごい充実してる。だから朝学校行って午後からラウンドって感じかな、スケジュール。でもサンディエゴすごい物価高くて、練習とかも高いから、ちょっともしかしたら来週アリゾナかどっかに行くかもしれないです、決めてないけど。で来週の月曜日にサンディエゴで全米女子オープンの予選があって、それに行ってます。で明日そういうの連覧に行ってきますって感じで、2週間多分サンディエゴか、まあ、どっかで過ごしてから、フロリダに移動して2週間試合やって、1週間またどっかで過ごしてノースカロライナみたいな感じの予定です。でちょっと自分のゴルフがやっぱ心配なんで、先週ももう普通にいいプレーしてオープンウィーク迎えたかったけど、まあ、そういうわけにいかんくて、すごいなんて気持ちがダウンしてる状態で、まあなんか忘れやなあかん、切り替えなあかんけど、まあ次の試合もすごい心配やし、なんでちょっとゴルフしっかりやりたいなと思ってますって感じでかな。そう、それがまあ多分オープンウィークの過ごし方です。またちょこちょこ学校とかラウンドとか時間あったら動画撮ります。バイバイ。はい、今日は朝起きて6時半ぐらいに起きてちょっと散歩して、今8時なんですけど、これからちょっとトレーニングします。でこれでトレーニングして今日は午後からラウンドなんでラウンドに行きます。ラウンドの前にちょっと英語の勉強をします。では頑張ります。